こんにちはフフィーフィーーです、えー、と4月15日、文政権の残り2年の任期の存続を問う韓国の総選挙の投票が行われました。えこれね、2000年代に入って最も高いあの投票率だったと言われてるんですね。ただ、まあ、えー、このコロナの時期ですから、投票所は。 え、クラスター化するんじゃないかなっていう心配もされたとは思うんですけれども、えー、韓国では感染者がね、1万人以上に、これまだいるんです。あ、登る中、えー、感染の防止措置がしっかり、まあ、徹底して行われたわけですね。えー、有権者にはマスク着用を義務付けて、んこれ配られたんではなくて、マスクで来てくださいだと思うんですけども、そして入り口では体温測定。 あと、手の消毒をして、さらにここにビニール袋の手袋をはめて投票するという。で、37度5以上あった人は、別のブースで投票させると。で、また、症状がない感染者。ここがね、ちょっとどうかと思うんですけれども、自宅隔離中の人たちですよね。この人たちは、えー、この人たちに限っては、夕方の5時から7時半まで、えー、2時間半。 外出は許可されて、バスや電車を使わないという条件で投票所に来てくださいと、まあそういったようなまあ対策を取ったわけです。開票は15日即日から16日未明にかけて行われました。この選挙ですが、新型コロナのパンデミックが始まって以来、世界で初の国政選挙ということになります。 ななんとなくね常にあの韓国ってうちらが世界初だ世界初だっていう、ね、世界初がきっとお好きなんでしょう。えまあそうまでしてねこの時期にやる必要があるのかとも思ったんですけれども。 それだけ今後のムン政権の行方を占うほど今回のこの総選挙、非常に重要な選挙なわけです。ムン大統領は自分のお膝元である市の市長選挙に介入した疑惑だったりとか、あとは金融詐欺事件に関わる疑惑なんかで警察とバチバチなね、今状況なんです。これらについて警察がね、捜査のタイミングを狙っているんですね。 だからここはどうしても負けられないと。もし負ければこれらの数々の疑惑に包まれているムン大統領への捜査が、まあ、一気に行われるという白車がかかってしまうと。ムン大統領としては絶対絶命なピンチになるわけです。えー、では勝てばどうなのかというと、交差省っていうものが韓国あるんですけども、これね、高い位置にいる、えー、公職者を犯罪捜査する独立機関なんですね。 で、ここを、要は、文政権側が利用して、警察の捜査を制止すると、そういうことができてしまうかもしれないと。で、それどころか、この、交差省に、警察総長、逆にですよ、捜査をさせるという、ここまで言われているんですね。こういうことをするんではないかとも言われているんです。この絶対に負けられない文政権、これまでに、選挙のために、反日を最大に利用してきたわけです。 どんなことかというと、最大野党である未来党ごと。これはですね、新日だというふうに言われているんですけれども、韓国では。これを攻撃して、与党に投票するように国民にアピールしてきました。この人たちは新日だよ、新日だよって、今こそ、この新日の党を勝たせてはいけないよと、みんな投票所に行きなさいと、こういうアピールをしたわけです。3月末に、選挙の戦略マニュアルっていうのが、あの、マスコミにリークされてですね、 そこに書かれていたのは、未来統合党は安倍政権を擁護し続ける。だから何にも言えない党なんだと、安倍政権に対して。あとは、国民はこの選挙を韓日戦、韓国、日本、戦争とかの戦と変えて、と呼んでいるんだと。 などと書かれていて、これが各地域の候補者たちに配られていて、要はこういった選挙活動を、選挙運動をしなさいと。そういったものがこう、リークされたわけです、マスコミに。えム、ー、ン政権の支持者たちも、選挙は韓日戦だと。そして、さらには100年の新日を生産というポスターとか、垂れ幕を掲げてキャンペーンを繰り広げました。100年の新日。ちょっとね、ここには。 <laughs> 一度でも新日だったことがあるのでしょうか。この反日キャンペーンとも言うべき選挙活動について、うん、ちょっと驚くことに、この選挙管理員はですね、投票を促すものだと。だから問題視するものではないというふうなスタンスなんですね。あとはですね、実は、えー、私の動画でも以前ちょっと上げてですね、説明したんですけども、この間、プサンの日本総領事館に侵入して、 えまあ、実質的に無罪判決を受けた学生の活動家たちで作る組織こういったのもちょっと説明したんですけどこの人たちあの実はソウルのアメリカ大使館の中にも侵入してたんですねえこの人たちがですね親日であると言われているこの未来統合党は日本の党という選挙かキャンペーンソングを作って拡散させていましたこれ映画「パラサイト」の中に出てくる「ドクター我が領土」という曲を、まあ、パロリ、まあ、パロったものなんですね えー、この活動家たちはかなり実は過激でして、未来統合党の代表や議員の顔に侍の服をね、こう合成した写真を作ったりとか、でそういったものをばらまいたりだとか、あとは、えー、未来統合党の街頭演説に出没してはこう騒ぎを起こしてですね、選挙運動を妨害し続けていったわけですね。あの、新日の政治家はいらないとか、安倍の味方だとか、 こういったプラカードを持ってですね、もう本当にやりたい放題だったわけです。ただ、これらの行為に対しても、韓国警察も、この選挙管理委員会も、もうほぼする、あの未来統合党から捜査要請があったにもかかわらず、捜査の着手を見送り、まあ、このように、えー、総選挙ではね、まさに反日の選挙運動が、まあ、展開されていったわけです。えー、 えー、反日選挙運動について、まあ、日本は、ね、それどころではなくて、まあ、コロナで手一杯でもあるし、まあ、そもそも興味がない、えー、反日が利用されようが、まあ、勝手にやっていてくださいと、経済状況が今、非常に韓国、良くないですよね。このまま 行くともしかしししかかてて韓国が破綻まししまうんじゃないかまで言われるでもう日本にもね本当は泣きついてきてるんですけれどもそれもなんか強気で泣きついてくるもんだから麻生さんも知らないよって突っぱねてましたけど、えー、こんな悪い状況の中でさらにね日韓関係をまあ悪化させている文政権そんな余裕があるのかと思うんですが、まあ、そんな文政権にはね日本国内からもあきれた声もありますし、まあ、これね多分日本国内だけじゃなくて。 韓国の中でもね、経済まず考えろよと。そういったこともあるでしょう。ことあるごとに、まあ、日本に対して難癖だとか、まあ、と構ってちゃんとも言うべき、本当に。日本は相手にしたくはないんでしょうけれども、いっそこのまま、えー、ムーンさんに勝っていただいて、距離を置いてくださった方が日本はありがたいですと。そういった意見もネットでは多く見られます。あくまでこれもネットの声ですが。ちなみに、さっきから登場していた、新日と批判されていた、えー、未来統合党も、 今回のコロナの対応は、先祖が事前に戦争を妨げられたのに、上が無能だったため、全国民を戦争に陥れたと、ムーン大統領のこのコロナのね、初動の対応を日本の歴史と絡めて、まあ現政権を批判しているわけです。まあ結局ね、どっちもどっち、要は、この党にしたって、まあベースにあるのは反日しそうなわけです。つまり、 韓国って反日でないとこう国が団結しないまとまらないのではないかともこういった印象も受けるわけです日本政府はいずれにしろ韓国との距離をどう置くのか考えた方がいいのかもしれませんここまで聞いてですね皆さんはどうお考えになりましたでしょうかぜひコメント欄にご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネル登録お願いしますみんな見てくれてありがとう フ,ィーフィーチャンネル登録してね